はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストモンスターズ続きやっていきたいと思います。今回ね、Cランク攻略した時に行けるようになった扉行こうと思うんですけど、まあその前にね、まあ前回じゃんけんで勝っていける扉かな？真実の扉攻略しました。そこでダンジョンエビとか仲間入ったんですけど、まあストロングアニマルずっと使ってたんですけどね、失敗したなと思ったのがバイキルト覚えてなかったと思って配合しちゃったはいいけど、ユニコーン作っちゃったんですよ。だからバイキルト覚える前に使ったんだけど、一応キングコブラがバイキルト使えたんですよ、左上ね。それでストロングアニマルにしたんだけど、レベル24かなまで上げても覚えなかったんですよ。多分賢さとか MP とかが足んないと思うんですけどね。その代わりトロピカルスライムが17とかでバイキルト覚えたんで、やっぱモンスターによって全然違うよね。だけど親にそういう遺伝子があれば、まあ、ユニコーンなんか賢さ高くなると思うんで、スラピーとかでね、配合でできましたけどね。だから、もしかしたらこう、やっぱ覚えてないと引き継がれないんかな。これでもし覚えるようだったら、親が覚えなくても親にそういう遺伝子があれば覚えられるってことだよね。そこまで上手自分は把握してなかったんで、まあ知らないものはね、知らなかったんでね。ということで、今回どこだ？喜びの扉。ここ行こうか。ただレベルがね、1なんですよ。だこれを上げていかなくちゃないんで。でもまあ、プラッシー高いユニコーンとかなんで、そこそこ技も使えると思うんですよね。キラーマシンもそうですけど。だから即戦力にはなります。だから爆裂剣を覚えるぐらいまでね、上げちゃえば、あ、14回か。前回の扉より1回低いぐらいだけど、あんま大して変わんないでしょ。あ、こういう感じか。捕まえてないな。スライムつぶりは作れましたけどね。ドラケ3とかにいましたよね。ちょっと硬いですよね。ダーマの右側ね。まあでも、いけんじゃない？ね。ラプリンは、ドラケ5にいたモンスターですけど、やっぱこの戦闘でだいぶレベル上がるんだろうな。ね、トロフィー100いっちゃってバイキルト使ったからね。まあしょうがない。レベル1でもこんだけ対抗できればいいんじゃない。ガップリンはドラケ5にいましたけどね、スーファミ版では仲間入んないけど、プレステ版では仲間入りますね。エビルアップルとかも入るしね。確かこいつ入ったと思う。ガップルだったじゃなかったっけ。ね、これで1回レベル上げればだいぶ。ああ、2しか上がんないんだ、HP ね。でも攻撃力8とか、グリズリーとかすごかったよね。20とか上がってさ。あ、口笛覚えました。レベル上げに便利。口笛ってなんだ？やっぱスラッピーか。スラッピーじゃねえや。口笛誰だ？キラーマシンの上。あ、お化けキャンドルかな？ね、15くらいまで上げればもう余裕だと思いますけどね。ユニコーンもいいの覚えると思いますんで、そのうち。あ、こっちも口笛覚えてるし。なんだけど、口笛はね、あぶね。メラギラ、足払いじゃない。ね、こんなもんですよ。すぐ上がるよ。あ、入った。これ確か入りましたよね。エビルアップルは入ったんだけどね。レベル15までしか上がんないけど、序盤すげえ使いんだよ、あれ。ガップル。あ、これも配合モンスター。同じ植物系みたいなやつあげて、フラッシュあげるために使ってもいいかもね。レベル上げるのに便利だよね。一回で口笛使って、ある程度使ったらリエミトで出てみたいなね。よし、今回は結構、何のためにこれ持ってきたと思ってんだ。やっぱトロピカルスライムね、強いよね。でももうそろそろ起こされるぞ。ほら、160でしょ、攻撃力。145になってるの。ね。あ、全部入ってない。デッドペッカー。デッドペッカーはドラケ3にいましたね。まあ、だいたいスライムつむりを言うと似たようなところにいるよね。スライムつむりが右なら、ダーマから数えて上にいるね。ミノーンはドラケ4にいましたね。硬いの。ミノーンの中身ってなんだろうね、これね。まあ、バカつく上がります。
はい、もう配合できますね。配合できるけど、まだしないっすね。三河刺客。これどの方がいいなら、どこで別にいらないか。お使いってなんだっけ。あ、すげえ、なんでそんななんだ。いや、ブレス使えるから、どっちだな。オッケーオッケー。ミノン、女の子っぽい名前。ミノン。よし、配合するために。いや、いいね、いいね。もう100匹なったんじゃねえかな。だけどきついよな、おそらく。まだ。だいたいね、今攻略中の扉があの14階建てじゃないですか。で、前回攻略したのが15階建てだったんですが、だいたいそのぐらいの扉を途中で見つけたとしたら、だいたいまあそのぐらいだよね。まあ回数が少なくて難しいのもあるけどね。基本回数でまあ今んとこは判断してもいいんかなっていうところではあると思うんだけど。他国いないね。お、エルフ。まあ、とりあえずひたすらもう仲間入れる作業だね。前回の扉の方が経験値もらえるかな。500ぐらいもらえたよね。他国のマスター1体倒したぐらい、1人倒したぐらいもらえたもんね。行っちゃうか。14階か、あるから、ちょっと飛ばしていかないと間に合わない。前回結構時間使ったからね、30何分ぐらいの動画だったよね。あ、ここもトラマナ使えば食らわないの知ってますんで。ただ1歩2歩食らうのめんどくさいからさ。アモールとかないのか。かわいそう、一旦使って炎を食らって落っこってきて、落っこってくる前にスクルト使われて回復されてね、ミスってやられるんだもんね。敵だったら、敵が自分が動かしてたとしたらさ、ちょっと同情するよね。同情するなら金をくれだよね。でも本当にそうだよね。まあ人からもらう金ってのも、なんか使いづらいっていうか、そんなのあるけどさ。まあ現実別にくれって言うほど貧乏でもないしね。昔貧乏だったけど自分。多分ね、卒業したばっかの時とか、学生の時とかって金ないじゃん。ね、よっぽど家が裕福だったりとかだったらあっかもしれないけど、あったとしても、どうなんだろう、すげえ金持ってるやつとかいたけどさ、なんか、なんだろうね。だから親がなんかすげえ大金持ちなやついたんですよ、同級生で。なんだけど、月の小遣い600円って言ってましたもんね。他の人ってそんなもんでしょって親は言ってるらしいけど、さすがに600円はねえだろうと思うけどね。でももうそんぐらい地位あると他の人も思っても言えなくなっちゃうんだろうなと思って。だから金持ってる人ってなんかすごい何でもできるかもしれないけど、周りだんだんいなくなっていくよねっていうのはあるんだよね。だからなんか萎縮しちゃうんじゃないかなとかさ。だからその同じぐらいの金持ってる人とかさ、まあそういう人とさ、付き合うようになっちゃうじゃん。傾向あるじゃん。だから知らず知らずに。だそういう感じなんじゃねえかなと思うんだけど。だそこそこね、なんかなんだろう。ね、なんか壊れたやつは直したりとかするじゃん。例えば家ね、壊れましたとか、台風で壊れましたとかさ。
ね、窓壊れましたって言ったら直さなくちゃないでしょ。だそんなんすぐパーって出せるようなさ、お金は必要じゃん。だからそこそこの金は必要ですよね。自分もこの前ね、台風でね、車ちょっとボンネット大破したんですけど、ツイッターに書いたんだけどね、37万かかったんですよ。ボンネットと横へこんで、あと、なんだっけな、ライトのとこと、バンパーかな。破損してね。しかも新車ですからね。まあ、新車だな、まだな。買って1、まだ、そうだね。買って1年ぐらいってまだ新車でもねえのかな。でもほとんど乗ってないからね。乗ってないっていうか、そんな距離乗ってないもん、まだ。ほどほど見た感じ新車だからね、マジで。新古車じゃないもんな。だって中古じゃないもん。まあ、本当の新車ではないかもしれないけど、ほとんど新車だね。それ食らったんだからね、台風で。まあ1年で買い替える人もいるでしょうけどね、ちょっとわかんないですけど、その概念が人によって違うでしょうからね、このぐらいを新車って言うんだよっていう人も、それも人それぞれですからね、自分が勝手に新車だと思ってるし、ね、違うって言われたって、新車ですよっていう人もいるかもしれないじゃん。そこはわかんないけどさ。まあほぼほぼ新車だと思ってるけどね。この回復してくれる相手だったらさ、いいよね。さて、メガンテ使ったアイアンタートルは仲間入んのかな。あ、OK、ザウラル覚えた。おたけびもいらないな。ザウラルは絶対いるよね。あー、どうなんだろうな。三日月は別にいらねえよな、これな。呪文メインにしたけど、魔法カンタ使われたら跳ね返っからね。だからブレス取っといた方が良かったんかな。でも親が一回覚えたから、次、引き継いでも覚えと思うんだけどね。ただバイキルと失敗したなと思って、またキングコブラかなんか配合すりゃいいやと思って、どっちみち同じ系統でしょ、あれユニコーン。違ったっけ、ドラゴン系か、あいつは。だからあれか、ビーンファイターか。ビーンファイターが、植物系か。植物系みたいなやつだよね。当たったとしても6ってかわいそうだよね。ユニコーン HP 高いね、さすがね。やっぱロビンをちょっとどうにかしないといけないね。さすがストロングアニマルの血引いてるだけあるな。だからある程度やっぱ強くしてからね、配合した方がいいもんね、このゲームはね。まあ他国のマスター見つけるようなゲームだな、これ。あ、ヤタガラス以外、ああ、ヤタガラスは入ってないね。ダーククラブは前回か前々回か作りましたもんね。たまたまですけど。マンイーターもね、作ってないですね。ヤタガラスは、ヤタガラスと、このダーククラブは、ナンバリングにはいないですからね。右のマンイーターはいるけど、ドラケ2とかに行くけど、11にもいましたね。でもこのゲーム発売した時、11出てないんで、11のモンスターいないですかって言われてもいるわけがないんでね。セブンくらいまでだね。いても。エイトのモンスターは、ジョーカーからなんで、ジョーカー出たのがエイトの後なんで、DS 出たのがドラクエ8出た後だもんね。そんぐらいだよね、確かね。あれも最初やった時に、同級生がね、え、やろうよ、一緒にやろうよね、一緒にやろうよ、って言ってね、そのやったやつがさ、自分がちょっとやり始めるじゃん。したら、え、そんなのやってんのって言い出したからね、お前やれてたんじゃねえかって話になったことあるけどね。で、自分がこれ面白いよって言っても、うん、あっそう、あっそうっていうようなやつなんで、もう今付き合いないけど、そういうやつだから。もういろいろ思い出してきて腹立つのもあるけどね、人生いろいろあるんで。だから、進めてくる割に、こっちがちょっとこれ面白いよって言うと、あっそうとか言ったりする、ちょっと性格悪いやついるじゃないですか。自分もこう言ってんのが性格悪いんか知らないけど、ね、別にその名前出したり、その人の顔を載せたりしてるわけじゃないから、誰か分かんないじゃん、視聴者さんからしたら。自分が誰のこと言ってか分かんないですよ。そういう友達いたんだなっていうね、過去に。それしか情報ないわけですよね。
ましてや本人が見てるわけでもないし、ね、その本人の人生に何ら影響ないわけですよ、自分がこう言ってたところで。だからまあストレスの吐け口じゃないけど、こういうこと言ってたところで、言ってるだけでね、吐け口になる時ってあるじゃん、人間。ちょっと悲しいけど、まあこれは文句なんだけどね。だから別にその誰に対して文句じゃないじゃん、なんだろうね、誰に対して文句なんだけど、なんて言えばいいんだろうな。別にその見える相手に、だ私こうやって実況やってるけど、なんだこのくだらない実況者だなとか言うと、自分に対して完璧に言ってるじゃん、そしたら。だから自分でも人間なんで、なんでそんなこと言うんだろうって思うわけですよ。別に気にしてそれでやめるとかはないんですけどね。そんなこと言う必要ねえじゃんっていうのを誰でも思うと思うんですよね、実況をやってるとしたらね。実況やってなくてもいきなり知らないやつにね、なんだこいつくだらねえなとか、例えば顔出してる配信者だとしてね、な気持ち悪い顔してんなとか言われる筋合いないと思うんですよね。まあそうなんかしてないけど、顔出すってことはそれだけの覚悟をあって出すんかもわかんないけどね。そこはお、やっと入った、オーガにしとこう。ハンマー裕次郎でもいいけど、オーガだから、そういうとこですよね。自由だから、自由なんかもしんないけど、自由だからこその常識ってあるじゃんって話じゃない。だから自分もこういろいろ言ってっかもしんないけど、別にさ、その誰々ってやつがいてって自分言ってないじゃん、名前。こういうやつがいたって言ってけど、直接名前出してないですよね。なんだけど他でカズボーってやつがいてって言われると、もう私限定になっちゃうんですよね。完璧に自分に言ってるんで、そうなると問題になる。名前出すと問題になるんだよね。その気なかったじゃ通用しないからね。自分だって名前出してないですよ。はい。物を売りながら魔物育てる。これ肉売ってるよね、これ確かね。あー、また出た、クラブマン。こいつだ、こいつ欲しいんだ、クラブマン。クイドリはどうでもいいや、今。バギクロス使ってきたぞ。うお、おう、あれ持ってきたっけ、ないのか。怖っだろうな。これ怖っ。でもロビンが攻撃してくれるよね。そっちじゃない。そっちじゃないよ。作戦命令させろだ。これはちょっと自分の作戦で行くしかない。間違えた。なんだよ、何やってんだよバカ。ああやっちゃった。ああ間違った、助かった、よかった。違うよ、なんで攻撃の下にあれあると思って、もそこにカーソルあると思った。よかった、危ね。ああ、よかった。オッケーオッケー、危ねえ。
マジ？マジかよ。おーい、びっくりした。マジかよ。やべえ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 。甘く見てた。いける？よかった、危ねえ、あ、危ねえ危ねえ危ねえ。仲間入ったかな。3846ってなんだ。いやー、まあ縦になって息を反射、まあこれ使えんな。メラミいらないかな。サミナレギーもいらねえね。爆裂拳連続攻撃覚えるからね。やった。あー、すげえすげえ。これブス系で水系になるよね、これ多分ね。クラブだから水系を、だから他の配合して水系消したら大変なことになるので。やった、テリワンで水系作るには他国から取るしかないもん。水系だよな、これ唯一の。まあちょっと失敗したな。リレミトがないちょっとリレミトがないやばい、やっちまった、やってしまった。よかった、預けてきてよかった。お金326だね。もう一回入るしかないか。8階建てだもん。今22階来た。うわー、でもう一回行っても面白いかもね。ダメかな。まあやられるな、これはおそらく。やられてもいいや、全滅しても別に。他国出てきたところでもう無理だもん。あ、やべやべ、あー、もう無理だ、無理ですね。逃げればいいじゃんって感じなんだけど、逃げたくない。キメラの翼持ってこなかったもんね。しょうがねえよ。うえい、あれ、これ いけちゃう。葉っぱ落っこってたね。あれなんだろうね、世界中の旗とかだったらワンチャンいけるよ。ユニコーン他国強かったな。あれイエティのバギークロスはねえよ。あいつでない、いつバギークロス覚えたんだろう。まあいいや、満月そうか。うわ、上にお金あるけどね。小さなメダルだったらやだな。さてどうすかな、使った方がいいよな。108、もしかしたら葉っぱ落っこってかもね。うわ、満月そうか。あった、なんだこれ、全滅せずに済んだね。とりあえず一回出るわあ、でも一回で、ちょ待って待って、今回ここまでですか。もう一回行く、あそこは。あ、でも最後ね、ボスよりいい戦いできてちょっと嬉しいな。いや、ユニコーンがね、そのうちあれ覚えるんです、多分ベホマーラとか覚えたよね。で、トロピカルスライムがあのバイキルト使えるんじゃないですか。だからトロピカル以外にすればいいんで、水系のスライムにすればいいんだろうけど、キングスライム作りたいんだよねだからそれあるからね、どうしようかなって思ってんだけどね。だからスライム系と、魔王作っちゃえばすぐできんだけどさ、メタルドラゴンできんもんな。あ、動く石像できんね。な、水系でしょこれ。ベホイミ作るとライデイン使える。ライデインいいよなこれな。だからクラブマンと、ほら、タコツボ、小僧、トドマン、大ウツボ、プチール。ね。こんなんできっからさ、マーマンできんね。マーマンできんだけど、マーマンできるってことは、あいつができるんだよね。あいつできるってことは、魔王系に派生するから、水系消えちゃうから、水系は絶対なくしたくないんで。クラブマンとクラブマンでもできんのあったよね、確かね。で、あの、なんだっけ、あいつ。エビ、そう、ダンジョンエビさ、ブス系じゃねえや、これ虫系なんだ。あー、クラブマン水だね。テリワンで水は貴重だよ。あの、ゲームボーイはいなかったからね。だからこれ、イルルカが入ってるゲームだから、多分いるんだろうけど、今みたいな感じでしか水系って入んないのよ、このゲーム。まあまあ、トドマンとか作っといていいかな。
ね、だからトドマンからまた水系作ればいいだろ。水系だもんね。水系の系統にすればいいんだもん。だってそりゃそうでしょ。よっしゃ、水系をテリワンで作っていけるようになったね。あの手に入れ方じゃないとできないんですよ、テリワンって。ちょっと貴重ですけどね、クラブマンはね。なんだけど図鑑埋めるにはあのなくてはならない犠牲でもあるわね。欲しいけど。ライデインを使えるトドマンだよね、これ。トドマンをレベル上げてライデインを覚えるぐらいまで。デインを覚えるね、その前にね。だからこれを絶対なくさないようにして。オスだったらメスだったら、今わかんないときはモンスターの名前入れればいい。あ、オスか。まあいいや。で、トロピカルスライムをなんかに変えたいんだけど、スライム防具、ストーンスライムもいいけどね。ゴーレム使うんだよな。ゴーレム出てくけどね、普通に。確かドラゴスライム、トロピカルスライム、ロック、バブルスライム、まだ作ってない。ボックススライム、別に箱作りたいわけじゃないもんな。バブルスライム作ってもいいけど、スライムツムに出てきてたよね。出てきてたけど、やっぱり、あ、パールスライム、あ、そっかそっかそっか、パールスライムか。そっか、スライム系の水系作るには水系を消すしかないんだ。パールスライムね、これも水系じゃないと作れないもんね。だけど水系消したくないから、もう一体入った時に考えるべきだね、これはね。オーガーもちょっと消したくないでしょ。スライムナイト作れんね。ここら辺だったら作ってもいいんだけどな。スライムナイトだったらちょっと攻撃力とかあるしね。まあとりあえずね、いいの作ろうと思ったら、そのキラーマシンとかさ必要だったじゃん、スライム防具作るのにね。でもスライム防具後で出てくるからな。確かね、出てくるんですけど、まあそれはそれで絶対入ると思うんだけど、キラーマシン犠牲にして作る理由がわからないわけよね。まあ図鑑は埋まるけどね。あとオーガーとかね、ギガンテス使ったらスライムナイトできるけど、そこを使うのもちょっともったいないなって感じするんで、このパーティーでいいかな、とりあえずは。とりあえず水系が入ったので図鑑はその分埋まるよね。もうちょっとレベル上げたら、のトドマンをまあちょっとレベル上げてね、技引き継いだら、まあ、違う水系作ればいいんで、それで水系の方は結構埋まっていくと思うんだよね。そうなってくると図鑑いっぱいになった時に、まあ、100体集めた時に行ける扉もあるんで、そこちょっと難しいんだよ。だから、まあ、もうちょっとしてからだな、どっちみち、ね。だこの状況で、まあ、今この進行度でね、 C ランクの扉攻略しましたよね。 C ランクの扉じゃねえや、 C ランク攻略していける扉、今中途半端だけど、まあ、次回また行くんですけどね。だからその状況で今多分モンスターって集めてる方なんですよ、図鑑。普通にね、知らないで進めていったら絶対今の半分も多分集まってないと思うんだよね。だから100体ってそこそこのレベルの扉なんですよ。だそこ行くのに、まあレベルも上がるけどね、そこ行くのに、そこを拠点にレベル上げることはできるんだけど、そこまで行っちゃえばある程度レアなものを仲間に入れたとってレベルは上がっていくんですけど、自分埋めながらやっていきたいんで、まあ、とりあえずこのままでいいかな。そしたらまたトロピカルスライムの相方、まあオーガーとか出てきたっけな、ちょっと忘れましたけど、なんか似たようなの出てきた。アークデモンは出てくんだよね、確かね。まあそうなんですけどね。だからアークデーモンとか出てきた時に、あの今持ってるアークデーモンを配合しちゃってもいいんだよね。ちょっともったいなくて配合できなかったんですけど、なかなか今出てこないじゃないですか。多分ね、レベル低くないとあれ出てこないと思う。だこっちのレベルとかに確か比例して他国のマスターだって同じようなの出てくるんじゃないですか。ね。だからそうだと思うんですよね。だからある程度レベル上げちゃうと同じような強いのしか出てこなくなるので、すごいレアなモンスターは作りやすくなるんだけど、あの途中で作ってなかったモンスター逆にきつくなったりするから、今のうち作っておきたいんですよ。だからバブルスライムにしてもよかったんだけど、さすがにバブルスライムはねえかなと思って、作れなかったら作っちゃいますけどね。だそんなとこもね、今後混ぜて配信していきたいので、まあ、今回ここで終わらせていただいてね。クラブマンがちょっと今回のメインでしたけどね。危なかったね、あれね、攻撃通らなかったら落ちてましたね。だからああいう奇跡もあるんで面白いですよね。あそこで負けてたら今だってこのクラブマンでトドマン作れてなかったんですから。だからね、そういう感じで、別の扉入ってたらだってこの動画できてなかったってことなんで、本当に自分の行き当たりばったりの好きなように思いついた通り行ってれば
自分のスタイルの動画って出来上がると思いますのでね、まあ、こんな感じで見守っていただければね、最終的にねちゃんとした結果は出そうかなと思ってますので、まあ、今後もねそういった目線でねご視聴いただけると嬉しいと思います。まあ、こうした方がいいとかね、まあ、言いたくなる気持ちはわかるんですけど、ね、このモンスターじゃなくてこれを使った方が強いとかね、グリズリーでずっといた方がいいとかいろいろあるかもしれないけど、そうなってくるとねやっぱ自分でこうしたいなっていうのが全然できなくなっちゃうんで、やっぱね自分の攻略チャンネルということはやっぱ自分の意思も混ぜないと、人の意思だけ、まあ人のねアドバイスはいただきますけど、自分でねある程度本当に9割方はやっぱね自分の力でやっていきたいわけですよね。まあ入ってしまった知識はしょうがないんですけど、まあそれとね、まあ初見さんもいると思うので、まあ一応チャンネルの、まあ、ルールじゃないけど、まあローカル的なルールになっちゃいますけど、自分のチャンネルではってことになっちゃいますけど、まあ全体的でもそうですけどね、一応ネタバレなどは控えていただければいいかと思います。まあ、まあ他のゲームもそうですけど、今ねこのパートですけど、まあ最終的にさ、例えばもう終わり頃のパートになってくるととんでもないモンスターとか出てくるわけで、だからそこの例えば魔王とか出てくるわけじゃないですか。だからそんなんとかもね自分名前出してないんですよね。だ前の配信だったらわかると思うけど、その魔王の名前をもろに書いてしまって、何々の魔王のいるところで、自分はそこで積んでますって書くとネタバレになっちゃうんです。あ、そういうのいるんだとかなっちゃうから、まあ、魔王いるってこと時点でちょっとネタバレになっちゃってあんま言いたくないんだけど、一応このゲーム昔からやってるんで、まあそこら辺は知ってる程度ね、ある程度話してますけど、具体的な名前って自分出してないじゃないですか。ね。ハテナ系がいるとかね、魔王系がいるとかね、そんな強いのがいるとかレアなんがいるぐらいしか多分言ってないと思うんですよね。それでも自分ちょっと譲歩してるんで、本当はそこも言いたくないんですけどね。だそういったこともあるの で、それがなければ最後にこういう説明も付け加えなくて済むと思いますので、そこら辺ご協力いただければスムーズに配信していけますのでね、まあ、そういう感じで見ていただけばいいかと思います。で今後ともそういった目線でよろしくお願いいたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターを流してあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。